みんな見て見て、キュウリがビヨーン、可愛くビヨヨーン。この切り方、食べた時の食感が最高なんよ。夏にキュウリは欠かせないですよね。まずはヘタをカット、表面の粒を軽くそぎましょう。割り箸を使って切り込みを入れていくよ。割り箸でキュウリを挟むようにサンドしちゃって、縦方向に切り込みを入れていく。端から端まで切り込みを入れてあげたら、切り込みを入れた部分を下に向けて縦ではなく斜めに切り込みを入れていくよ。包丁が割り箸に当たるまで切り込みを入れてあげましょう。ビヨーン。はい、殻のうねうね、伸びる伸びる、一口サイズにカットゥカットゥ。ボウルにイン、お塩をパラッと軽く揉み込んで10分放置。チクタクチクタク、時間が経ったらしっかりと脱水、味のぼやける原因になるよ。鶏ガラスープの素に砂糖、お醤油酸にお酢、ごま油に豆板醤、ニンニクにコチュジャン、白ごまを加えてしっかりと混ぜ合わせて、全体に味が馴染んだら完成だよ。ぜひ作ってみてね。それじゃあまた明日。バイバイ。